東海道川崎宿交流館は、東海道川崎宿交流館条例により、設置された川崎市の公の施設。2013年10月1日に開館。2013年8月6日に、川崎市の安倍高雄市長による開館の記者発表が、指定管理者同席のもと行われた。川崎市は、この敷地に駐輪場を整備する計画だったが、 元国会議員の斎藤文雄を中心とする東海道川崎塾歴史資料館推進委員会による東海道川崎塾歴史資料館設立陳情書の提出を受けて川崎駅周辺地域文化資源活用町づくり懇談会を実施した上で駐輪場との構築施設として東海道川崎宿交流館を整備した整備に関わる総事業費は 市の負担10億2000万円のほか、社会資本整備総合交付金6億7200万円。東海道川崎宿交流館の指定管理者は、公益財団法人川崎市文化財団と、一般社団法人川崎市観光協会の共同事業体。川崎市が指定管理者に支払う指定管理料は、年間4679万円。このほか、 東海道川崎宿交流館推進委員会が施設運営のため市民からの募金を呼びかけた。2013年9月28日に東海道川崎宿交流館の開館記念式典が公益財団法人川崎市文化財団により実施され川崎市の安倍隆雄市長、東京都大田区の松原忠義区長などがテープカットを行った。川崎 砂子の里資料館の所蔵する浮世絵の展示のほか、常設展示では、川崎塾と平間寺など周辺地域の歴史を紹介。また、東海道53次サミットを川崎で新たに立ち上げ、東海道川崎宿交流館で実施することも計画された。2014年11月に、神奈川観光大賞審査委員会により、第5回神奈川観光大賞のグランプリに、 東海道川崎宿交流館が選出された東海道川崎宿交流館の整備に関わった事業者は次の通りである。建築設計及び工事管理は株式会社小山建築設計事務所。建築志向は野州工業株式会社。展示制作は株式会社トータルメディア開発研究所。類似の先行施設として品川宿交流館。 小田原宿なりわい交流館、草津宿街道交流館、東海道ゆい交流館、東海道天馬館、東海道ど真ん中茶屋、大田宿中仙道会館など。ありがとうございます。